パフォ重視の結果、奥田が本格的に押され始める。奥田いろはちゃんがマジでヤバかった。運営の彼女を本気で押し出したい意向が伝わってきたし、説得力がずっとあった。可愛いし歌うまくて骨格が素晴らしい。何よりパフォーマンスに花がある。パフォーマンスに優れてるメンバーが重用されるのはいい傾向や。もともと奥田が鬼滅ライブで日常を歌ってたのに、なぜかアンダラでは小川に取られた。それを元に戻しただけ。リリアの方が全てにおいて上なのに。最近めっちゃ美人になっていてビビる。試してるんじゃない？これで人気でなけりゃ終わりよ。6期はパフォーマンス中心かな。そうなると岡本はどうするんや。去年松尾さん押しただろ。その結果が今年だぞ。勘弁してくれよ。人気ある子出してくれ。あの歌詞飛ばしてた奥田さんが。でも見ている多くの人は納得するんじゃないかな。やはり実力があるし。アンダラでやってろよ。そっちは奥田のワンマンショーにしていいよ。一番ビジュアルが伸びてきてるのどう見てもイロハだけどな。イロハはスタイルは問題ないというか、スタイルのバランスが乃木坂の中でも高順位にいい。パフォーマンスは納得なんだけど妄想デートは誰得？去年の松尾の年だよね。奥田のパフォーマンスは金にならないって。顔は変わってないと思う。髪が似合う色になったんだと思う。中村の方が美女良いしパフォーマンス上じゃね。今日言ったけど確かに押したくなる気持ちはわかる。むちゃくちゃ美人になってたし。まだ一番下の木だから可能性はあるか。見ぐり売れそうだね。岡本一人かわいそうだけどまあそういう世界や。歌が下手すぎる川崎は干され始めていい感じやな。一回マジでパフォーマンス選抜やってほしいわ。もちろん歌唱も生歌で。若くて歌える踊れる可愛い最強アーヤをフロントに、アーヤに話題を集めつつあるのをこっそり3列目に、何もやらかしてない奥田は堂々と押す。